実はキャンプやアウトドアでも使えるニトリで買える最新のおすすめアイテムを知りたい方必見です。どうもやみつき松本です。今回はニトリで買えるキャンプに使える厳選アイテム10選をご紹介いたします。2024年最新版として私がお店で見つけたキャンプに使えそうなアイテムを厳選してピックアップいたします。キャンプを楽しむ上で安いだけじゃなく長く使えるものを探すのはなかなか難しいですよね。特に初心者の方は何を買っていいか分からず悩んでしまうことがあるのではないでしょうか。とりあえず安い商品を選んで購入してみたけどすぐに使わなくなってしまったという方も少なくないはず。私自身も最初の頃は価格で選んでしまうことが多く実際に使ってみると不便だったり長持ちしなかったりと失敗した経験があります。この動画では実際に購入してみてメリットだけでなく実際に使って感じたデメリットも正直にお話しいたしますのであなたのキャンプスタイルに合った本当に使えるキャンプ道具選びの参考になると思いますのでぜひ動画最後までご覧ください。2024年最新のやみつき厳選10個のニトリ製品について特徴や使い方注意点などを詳しく解説していきます。今回は今を逃したら絶対に損するセール情報も交えてお話ししますのでぜひ動画最後まで見ていただきお得にお早めにゲットしてくださいね。1品目、洗える撥水バタフライチェア。まず最初にご紹介する商品はキャンプでのくつろぎタイムを極限まで快適にしてくれるアイテム、その名も洗える撥水バタフライチェア。昨年はコスパとビジュアル的な観点から木製ローチェアをご紹介したのでまだ見ていない方は昨年版もチェックしていただければと思いますが2024年の動画作成時点で価格がお安くなっていることもあり今年はこちらのチェアをチョイスしてみました。キャンプ初心者からベテランまで全キャンパーに捧げるこのチェアの魅力そしてちょっとした注意点まで忖度なしでぶっちゃけます。このチェアはデザインもバタフライ型という独特な形状でこれがまたシャレオツなんです。広がった座面にふんわり座れば包み込まれるような座り心地が味わえます。ちょっとオーバーに聞こえるかもしれませんがまるで自然と一体化するかのようなリラックス感、これ一度座ったら立つのが億劫になります。ヘリノックスタイプなどの折りたたみタイプと比べても単純な座り心地は文句なしの二重丸、これはアウトドアはもちろんですがご家庭で普段使いする椅子としてもおすすめしたいですね。これバーベキューの時の王様席ですね。カラー展開はベージュとブルーの2色展開ですが私は汚れが目立ちにくそうなブルーをチョイスしてみました。商品名からなんとなく想像つくかもしれませんがこの洗える撥水バタフライチェアの最大の特徴はその名の通り洗える&撥水という2つの要素が合わさったところです。私の体も洗えるという点ではこの椅子と五分五分の性能を持っていると言ってもいいと思うんですが私の肌の撥水機能は年々衰えているのでこの時点で私のボディよりも優れているアイテムであることは間違いありません。アウトドアってどうしても汚れるものじゃないですか。雨に濡れたり泥がついたり時にはこれどこから来たのって感じの謎のシミがついたり、まあ私の場合その汚れは大体ファンタなんですけどね。アウトドアにおいてはカバーを外して洗えるというのは嬉しいポイントですよね。しかも撥水加工が施されているからちょっとした水滴ぐらいならシュッと弾いてくれます。まさにアウトドア用途にもぴったりのチェア。ここからは実際に使ってみて感じた購入前に知っておいてほしい注意点を正直にお話しいたします。まず一言で言うなればマシュマロチェアと言っても過言ではない座り心地は抜群なんですが高さは38センチと標準的なんですが重心はやや後ろリクライニング気味なのでテーブル面に向かうときは前傾姿勢に座り直した方が楽でした。そして忖度なしで弱点についてもお話ししておきましょう。このチェアの最大の弱点は大きさと重さです。梱包サイズが幅18センチ奥行き18センチ高さが105センチで重さは 3.38 キロにもなります。100キロボディの私からすると3キロ程度は息を思いっきり吸い込めば増えてしまいそうなぐらいの誤差なんですが椅子として考えると結構な重さです。ちなみによくあるヘリノックスタイプの椅子はコンパクトな上重さも1キロ以下のものも多いですからね。そして気になる耐荷重表記は目安80キロの成人男性が通常に使用する場合の耐久性は問題なし
と記載があるので、100キロ成人男子が激しく使用する場合は問題ありという意味だと思いましたので、正直なところが気になる方のために激しめの耐荷重テストを行ってみましたが、正直個人の感想としては全く問題ございませんでした。そもそもが椅子なので常識の範囲内で使うようであればある程度の耐久性は確保されていますが、目安としては80キロまでが推奨というポイントも押さえておきましょう。車でしかキャンプに行かない方で、ご家庭のベランダやバーベキューでも使える座り心地のいい椅子をお探しの方には絶対におすすめしたい一品ですが、徒歩キャンプや普段行くキャンプ場が駐車場から距離があるような方には絶対におすすめできませんのでご注意ください。そんなバタフライチェアですが、動画公開時点で本来の価格よりもぐっと値段を下げて4990円で販売されております。まあ正直めちゃくちゃ安いというわけではないですが、品質に対してのコスパという観点ではさすがお値段以上のニトリといった感じで、長く使える一品になること間違いなしです。一言でまとめると、一人用の極上ソファー、キャンプのチルタイムをより快適に過ごしてみませんか。2品目、滑りにくい木製トレー。続いてご紹介するアイテムはキャンプでの食事タイムのイライラを解消してくれる地味ながら素晴らしいアイテム、その名も滑りにくい木製トレーです。このトレーは素材にポプラと柳の積層合板を使用しており、表面に特殊ウレタン塗装をしてあるトレーになります。私が購入したのはトレーの L という商品ですが、大きさや形が様々用意されているので自分のスタイルに合わせられるのもポイントです。見た目も高級感があるトレーってただおしゃれなだけじゃんと思った方、ちょっと待ってください。このトレーの本当にすごいポイントは、私の顔と同じくビジュアルが優れているところではなく、商品名通りトレーに乗せたコップやお皿がビタッと滑らなくなる点なんです。これマジなんです。見た感じのウッド調も自然なので、周りの雰囲気を損なわずに使えるポイントはもちろんですが、ちょっと食器などを斜めにした時のこの感じ、見て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 、うわすげー。キャンプのテーブルは基本的にアルミなどでできているものが多く、さらに設営環境によっては傾斜ができたりするので、クッカーや食器などが斜めになってつるーんと滑って大事な食料を台無しにしてしまったという方も少なくないはず。そんな時にこのトレーに乗せておくだけで、つるんと事故をかなりの確率で防げるようになります。滑り倒すのは私のトークだけで十分です。皆様はちゃんとした滑り止めをしてキャンプのストレスを軽減してください。せっかくなので全てを知ってほしいので、購入前に注意してほしいポイントもぶっちゃけてお話しいたしますが、まずはいろいろ言っても木でできているというポイントは押さえておかないといけない点です。例えばアルミテーブルの上にこのトレーを置いて熱々のスキレットを乗せてしまうと当然焦げます。耐熱仕様ではありません。またこの滑り止め機能がついていることで、逆に少しデリケートな部分もあり、アルコール消毒や除菌スプレーなどが使えない点、さらに水洗いも推奨されておらず、濡れ拭きと空拭きでメンテナンスをしていくのが基本となります。まあ蒸気もろもろ注意しておきたいポイントはありますが、この滑らなさは感動なので、ファミリーキャンプでもソロキャンプでもぜひ一度この感動は味わってほしいですね。もちろんアウトドアだけでなく家庭でも使えますので、ちょっとキャンプで試してみたいお父さんは、いやキッチンでこれ使いやすいらしいよという名目で奥様に買って帰ってあげてください。ニトリの本気ぜひ体験してみてください。3品目、頑丈アクティブストッカー。昨年もご紹介したこのボックス、なんだかんだ使い続けているので改めてご紹介いたします。無印良品のポリプロピレン頑丈収納ボックスと同様の商品、実はニトリにもあるんです。キャンパーなら一度は見たことあるこのフォルム、キャンプで大活躍すること間違いなしの収納ボックスです。頑丈という名の通り丈夫でタフな収納ボックスとなっており、大・中・小の3つの大きさが用意されております。私は中サイズの幅60センチのものを購入しております。このボックス、中に入れたものを外からのダメージから守ってくれるのはもちろんですが、蓋面の耐荷重が80キロもあるので、重いものを乗せても大丈夫ですし、軽く座ったりする時にも使える便利なやつです。私ぐらいの業務用クラスのボディをお持ちの方は、恐る恐る座ってくださいね。飛び乗らなければ大丈夫。無印良品の頑丈ボックスと大きさはほぼ同じですが、
無印の方が丸みがあるフォルムで、ニトリの方が少し四角い印象です。ちょっとガンダムっぽくてかっこいいですよね。無印のものは取っ手がついているのに対し、ニトリのものは持ち手の部分にくぼみが用意されています。まあ持ちやすさに関しては無印の方が持ちやすい印象ですが、ニトリのものも通常使用する分には申し分ない使い勝手だと思います。さらに蓋の形状も無印とは違っており、片面をガバッと持ち上げられるタイプになっております。最近ではアルミコンテナの蓋をカスタムして楽しんでいらっしゃる方も多いので、このニトリストッカーももしかしたらカスタムできるのではといろいろと試行錯誤しておりますが、未だに最適解にたどり着けないので、もしカスタムして楽しんでるよという方いらっしゃいましたら、絶対にコメントで教えてください。真似させてください。ニトリのこのボックス、実は価格が1990円で販売されており、無印のボックスよりも安価で買えるんです。この手のボックスは2段重ねにして車に積んだりもできるので、複数購入したい場合はこのニトリのアクティブストッカー本当におすすめです。改めてこれが1990円って安すぎですよね。この手のボックス持っていない方はニトリでゲットしましょう。4品目、折りたたみラック3段。こちらも昨年ご紹介した商品ですが、改めてご紹介いたします。これマジでちょっと異常事態なので、最後まで落ち着いて聞いてくださいね。定番の木製の三段ラックもニトリでは大人気商品ではあるのですが、あえてこちらの折りたたみラックをおすすめいたします。このラック一見布でできているのですが、中に芯材が入っているので結構しっかりとしています。各棚ごと5キロの耐荷重があるので、キャンプでちょっとしたものを置いておくには十分です。そしてこの棚は撥水カバーとなっているため、多少の水でしたら気にせず使えますし、ボタンとマジックテープで簡単に取り外しも可能なので、汚れたら洗うこともできるんです。組み立ても簡単なのでキャンプでも大活躍間違いなしのこのラック、実は棚を取り外すことができることによって、一番上の棚を取り外してシェラカップなどを引っ掛けておけるハンガーラックとしても使えます。このギミック感かっこいいですし、実用的ですよね。今回のこの商品、普段使いできる汎用性の高さで、お値段は3192円とそもそもお安かったのですが、なんと今売り尽くしで599円で販売されておりました。いやもうこれは異常事態ですよ奥さん。この価格で2段ラックとハンガーラックの機能を併せ持つギアが手に入るのであれば、コスパは最高だと思います。しかも収納袋もついているのも嬉しいポイント。一つのアイテムで多機能なギアはキャンプにおいてもむちゃくちゃ重宝しますので、ソロキャンプからファミリーキャンプまで、あらゆる場面で長く活躍してくれること間違いないでしょう。売り尽くし価格なのは間違いないですので、早い者勝ちです。ぜひお早めに最寄り店舗へ、ナルト張りに忍者走りして行ってみてください。いつ買うか今でしょ。5品目、極上の拭き心地フェイスタオル。キャンプをしない方でも誰もが必ず持っているキャンプ道具はなんだという意地悪なぞなぞの答え、それがタオルになります。夏場の汗を拭うため、急な雨で濡れたギアを拭くため、さらには結露したテントの乾燥を早めるために、濡れた生地の水分を拭き取るためなど、実はキャンプにおいてタオルは切っても切れない密接な関係があるんです。いわばずっともです。キャンプ用のタオルとしては、大きなサイズ感の吸水性の高いものがたくさん販売されており、私もグラウスというところから販売されているタオルをキャンプでは使っているんですが、せっかくのタオルならキャンプだけじゃなく日常生活でも使い倒せる最高のタオルが欲しいですよね。今回はキャンプでも日常でもその名前にふさわしい極上の拭き心地を与えてくれるこのフェイスタオルをご紹介いたします。そもそも実はニトリはこだわりのタオルを数多く販売しており、速乾性のものや吸水性の高いものまで数多くのラインナップがあります。そんな中でも今回ご紹介するタオルはまさに極上、ニトリのラインナップの中でも最上級のタオルなのであります。ニトリ調べの同サイズ同カテゴリーのタオルの中でも最高の吸水性を誇る生地を使用し、極上の拭き心地を実現したというものですね。この手のタオルは使っていくうちにへたってしまうのが世の常ですが、毛羽落ちが少なく洗っても柔らかさとボリューム感が続くとのこと。抗菌防臭効果に加え、
特有の原因菌も抑制する正菌効果もあり、難しいことはさておき、一言でお話しするとまさに極上のタオルがこれなんです。実際にアウトドアで使ってみた感想ですが、商品名に偽りなし。使い心地が本当に滑らかで、肌に当たった瞬間優しく包み込まれるような感覚があります。タオルの素材は綿 100% で、サイズ感もよくあるタオルの大きさですね。肌触りと吸水性の高さでさらっと汗を拭き取れるのは、爽やかキャンプをたしなみたい方には必須アイテム。ちなみにこのタオル、大きさは私が購入したフェイスタオルともう少し大きなバスタオルタイプ、さらにカラーはグレーとライトグレーの2色から選べます。お風呂や温泉の入れるキャンプ場でしっぽり楽しみたいので、バスタオルタイプも買おうかしら。こちらの商品、どこかデメリットになる部分はないかなと3日間夜しか寝ないで考えたのですが、まあ大きな欠点はぶっちゃけないです。強いて言うのであれば、他のタオルに比べて価格がややお高く、フェイスタオルが999円、バスタオルが2490円で販売されている点ですね。ニトリで販売されている通常のタオルの約倍ほどの価格設定となっておりますが、先ほどお話しした通り、盛りだくさんの機能性に加えてふわっと感が長持ちすることも考えると、むしろ安いまであると個人的には思います。極上の拭き心地フェイスタオル、その名の通り、キャンプでも日常でも極上の使い心地を提供してくれるアイテムです。吸水性に優れ、柔らかい触り心地が特徴のこのタオル、アウトドアでもその実力を十分に発揮してくれます。キャンプ初心者からベテランまで、さらに言うならキャンプをしない方にも全人類にお勧めしたい一品ですね。6品目、真空断熱超保温保冷ボトル N ヒーテックス。こちらも昨年ご紹介した商品ですが、改めてご紹介いたします。最初に言っておきますが、このアイテムもキャンパーのみならず全人類に知ってほしい保冷力最強の水筒です。5層の断熱構造で作られた N ヒーテックスの水筒は、水筒ガチ勢の中でも超話題の保冷力を誇ります。スタンレーなどと比べても遜色ない保温力ということで、密かに話題になっていた商品がこちらなんですよね。ちなみに付属のコップも真空断熱仕様というこだわりっぷり。まさに今、灼熱の夏キャンプにキーンと冷えた飲み物を飲める幸せ、この N ヒーテックスで実現可能です。この水筒は 500ml、750ml、900ml の3つの大きさが用意されているのですが、価格設定がそれぞれ2790円、3290円、3490円と、実はそれほど大きさごとの価格差がないのも特徴。いや、そんなに値段変わらないならちょっと大きいものの方がいいかなと、 750ml を以前私は購入しました。水をキンキンに冷やしておけるのはもちろんですが、使い方として熱湯を保温しておくのにも猛烈重宝します。普段使いもしやすい 500ml を例にお話ししますと、カップラーメン1杯プラスコーヒー1杯がこの水筒に熱湯を入れておくだけで調理ができてしまいます。例えばキャンプの翌朝、お湯を沸かすのめんどくさい時ないでしょうか。キャンプに行く前に熱湯をこの水筒に入れて、翌朝カップラーメンとコーヒーに水筒から熱湯を注ぐだけで極楽モーニングの完成です。衝撃に強く、落下時に衝撃を吸収し傷つきも軽減してくれる仕組みもあり、普段使いはもちろんアウトドアにも絶対嬉しい性能をギュッと詰め込んだ水筒がこの N ヒーテックスなんです。アイスジャグやクーラーボックスも持っているけど、ひょいっとデイキャンプに行く時やキャンプ場ですぐにキンキンに冷えたものが飲みたい時用にこの水筒ありですよ。7品目、姿勢サポートクッション。厳しい自然環境を満喫するのが真のキャンパーじゃいという方ももちろんいらっしゃると思いますが、アウトドア環境でもできるだけ快適に過ごしたい私のような方も少なくないはず。そんな中でも座る寝るなど、キャンプの中でも長い時間過ごす体勢をサポートしてくれるチェアやマット、シュラフのようなキャンプギアについては、ある程度いいものを揃えた方がおすすめです。まあそうは言っても、いきなりそんなに高額なもの全部揃えられないという方は、それらをサポートしてくれるようなアイテムを一つ持っておくことをお勧めいたします。そんな中で今回ご紹介するのは、
キャンプでも自宅でも大活躍間違いなしの姿勢サポートクッションという名のちょっとヘンテコな形をしたアイテムです。キャンプといえば自然の中でリラックスとはいえ、地面に座ったりキャンプチェアに長時間座っていると腰や背中が悲鳴を上げることはありませんか？私ぐらいの豊満なボディを所持しているとキャンプの快適度はいかに腰をケアするかに比例して上がるものだと感じています。まずこのクッションの最大の特徴はその姿勢サポート機能です。名前の通り座るだけで自然と姿勢をサポートしてくれる優れもの。独特な形状で骨盤をしっかり支えてくれるので腰や背中への負担を軽減してくれます。キャンプチェアや地面の上にポンと置いて座るだけでその違いを即実感できますね。通知表オール5の優等生になったみたいに綺麗な姿勢を維持できます。このクッション実際に使ってみた正直な感想としては適度な弾力とクッション性でクッションとしても気持ちいいですね。アウトドアチェアに置けば姿勢をサポートしながらクッション性も担保してくれるアイテムなのですが、このアイテムの真骨頂はいろいろなことに使えそうな無限の可能性にあります。基本的に表面の生地はポリエステルとポリスチレンなので地面に直接置くのには適していませんが、シートやマットの上などに置いて中央のくぼみにヒップをフィットさせれば地べたクッションとしてもおうポカホンタス。さらにこの形状なのでハイバックタイプのチェアなどと組み合わせて椅子の上のチルタイムを極上に演出してくれるチェアピローとしても使えますし、シンプルに寝具の枕としても使えるのもやみつきポイント。個人的に寝る時の枕は固めで高さが高いサンドバッグみたいな枕が好みの私ですが、このクッションのボタンをあえて止めて高さを出すことでかなり高めの枕になるので、アウトドアピローは高さが物足りないと感じている方にはぜひ試してみていただきたいですね。この商品に関して購入前に知っておいた方がいいポイントをぶっちゃけますと、まずこのクッションは荷姿自体は決してコンパクトではないというところは押さえておいた方がいいでしょう。まあこの辺はクッション性とのトレードオフなのでしょうがないところかと思いますが、荷物をカリッカリにコンパクトにしたい方は店頭でサイズなど確認してみてくださいね。それと基本的にアウトドア用途で作られているものではないので汚れや熱に強いわけではないという点も押さえておきましょう。特に車でキャンプに行かれる方で快適に過ごしたい方、さらにはファミリーキャンプなどでお子様と一緒にキャンプする機会が多いキャンパーの方はご家庭クオリティの肌触りとクッション性なので枕としてもクッションとしてもお子様も嬉しいと思いますね。姿勢サポートクッション、アウトドアでも快適に過ごしたい方、腰や背中の負担を軽減したい方や快適な睡眠を追い求める方にはぜひおすすめしたい一品です。ご家庭でもバリバリ使える商品ですので気になる方はまずは店頭でその触り心地を試してみてください。もふ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 。8品目、二層構グリルパン。このアイテムは個人的にニトリのキャンプ道具の中でも一番おすすめしたいアイテムなのでマジで注目してみてください。しかもこちらのアイテムにも今知っておかないと絶対損する情報があるので漏れなく最後まで見てやってくださいね。ニトリといえばスキレットという方も多いと思いますが、私はあえてこちらのグリルパンをおすすめいたします。こびりつきにくい二層構で IH も使えるのでご家庭でも使いやすいというのがポイントの一つですが、いやこれね本当にくっつかないんです。見た目もかっこよくサイズ感も使いやすい16センチと20センチが用意されており、私は1枚肉をそのまま焼きたい願望が強いので20センチの方を購入しております。このままの流れで9品目もご紹介しますが、このグリルパンにぴったりの蓋も販売されております。ウッドテーブルやアルミテーブルなどで豪快に肉を焼くとその油でテーブルがギットギトになることも軽減してくれますし、さらには目玉焼きやハンバーグなど本気で調理する際にちょっと蓋をしたい時にもこのセットがあれば完璧です。今回はカロリーの奴隷となった私やみつきソロキャンプが密かに開発中のオリジナルハンバーグ背徳のジュワリバターバーグという商品のサンプルを焼いています。やみつきバタースパイスを国産和牛のひき肉に混ぜ込んだ超贅沢な一品をあーだこうだ言いながら仕上げております。このハンバーグ本当に妥協なしに上品な国産和牛を使っているので油がドッバドッバ出てきます。こんないろいろな意味でヘビーなやみつきクッキングでも
この2層構のグリルパンであればくっつくことなくバッチリと調理をすることができます。やはりハンバーグのようにちょっと蒸らしたい時なんかはこの蓋もマストですね。グリルパンで焼いた通称やみつきハンバーグ、忖度なしでうますぎたので開発を進めていきます。気になる方は概要欄から LINE 公式アカウントも登録しておいてくださいね。スキレットよりも軽くスタイリッシュな見た目なので屋外調理でストレスなく調理したい方にこのグリルパンと蓋のセットは本当におすすめです。ちなみに価格は16センチが1290円、20センチが1490円と性能の割に比較的価格がお安いのも嬉しいポイント。そして最後に超お得かつ残念な情報をお話しさせていただきますと、9品目にご紹介したこのグリルパンの蓋ですが、どうやら終売になるようで大セールがかかっております。16センチが359円で20センチが448円と本気でお値段以上のセールが店舗で開催中でした。大きい方の20センチを本体と蓋合わせて買っても1938円、いやマジで今価格バグってますのでお早めにゲットしてください。繰り返します、買ってください。ちなみに私はソロキャンプでも20センチ推しです。マジで最強。10品目、ストレーナー付きマルチポット。調理器具からちょっと変わったアイテムをもう一つご紹介。このアイテムは正直使い手を選ぶのでどんな方にもおすすめという商品ではないですが、実際に使ってみて超便利だったのでちょっと聞いてください。この商品、商品名をストレーナー付きマルチポットと言いますが、この商品の特徴を簡単にお話しすると、名前からは全く想像できないストレーナーがついたマルチポットなんです。突然ですが皆様は何を目的としてキャンプに行っていますか？自然と戯れるため？美味しいお酒を飲むため？そう、いろいろな目的はあると思うのですが、最終的には全キャンパーに共通の目的が芽生えてくるはずです。そうだね、揚げたてのフライドポテトを食べるためですよね。その夢、このマルチポットで簡単に叶いますよ。このマルチポットは片手鍋と夜間がフュージョンしたような形をしておりますが、このクッカー単体で煮る、炒める、揚げる、和える、炊く、茹でる、沸かすといった7つの調理方法が楽しめるというものです。特にアウトドアにおいてはご飯を炊く、油で揚げる、お湯を沸かすといった部分でこのマルチポットは大活躍すること間違いなしです。形状がなんとなくケトルに似ているのでケトルとしての使い方はイメージ湧くと思いますが、フッ素樹脂塗膜加工が施されているので炒め物もくっつかずに調理ができ、ご飯を炊く時にもその効果は発揮されます。そう、実はこの商品はソロキャンプよりもファミリーキャンプやグループキャンプの時にこそ進化を発揮するんです。容量が 2.5 リットルと大きいのでファミリーキャンプやグループキャンプの時のご飯5合を一気に炊き上げることもできます。普段ソロキャンプでメスティン炊飯している感覚でグループキャンプの炊飯係を買って出たら一気に炊くことができず何度も何度もずっと炊飯してたみたいな方も、これを使えば一発でさらにフッ素加工で焦げ付きも少なく炊飯することができるんです。そして極めつけ、もうここだけでもぜひ一度試してほしいポイントなんですが、揚げ物がめちゃくちゃ気軽にできます。ストレーナーがついているので網に揚げるものを入れて油にストレーナーを沈めるだけ。この日も冷凍ポテトをそっと沈めてシュワシュワシュワと心地いい音を感じながらフライドポテトを楽しみました。焚き火を眺めるのと同等以上の効果が揚げ物を眺めることによって得られるっていうのはぜひ知ってほしいんだわ。もちろんアウトドアで食べる揚げ物は格別です。空気中にカロリーが飛んでいってしまうので実質カロリーがなくなってしまうのも嬉しいポイントですね。蓋が自立するのも未だに社会的に自立できていない私には羨ましいポイントです。そんなマルチポットですが、ソロキャンプには少しオーバースペックな点と収納の荷姿が大きいのも知っておいてほしいポイントですね。まあ、これ蓋がポットの中に収納できないんですよね。あとは基本的にはアルミでできたクッカーでフッ素加工も施されているので空炊きは NG、 さらに焚き火での使用も基本的にはかなり注意が必要かと思います。ただ1990円なので普段はご家庭で使い、ちょっと外で揚げ物やたくさんのご飯を炊きたい時だけ連れ出してあげるだけでも十分価値はあると思います。いや、価格設定バグってますね。これもストレーナー付きマルチポット、
アウトドアでの料理をもっと手軽にもっと楽しくしてくれる万能アイテムです。どんな方にもおすすめしたいこのポット、ぜひ一度試してみてください。いや、やっぱりニトリ、どの商品もお値段以上間違いなしで、初心者からすでにある程度キャンプ道具が揃っている方まで幅広くおすすめできるアイテムばかりでしたね。今回ご紹介したニトリのキャンプで使える神ギア10選は、他のアウトドアメーカーの製品と比較しても価格や品質のバランスが取れており、特にできるだけ費用は安く抑えたい、でもちゃんとしたものが欲しいという方におすすめのものばかりですので、ぜひこの動画を見て自分に合ったキャンプ道具を見つけていただければ幸いです。今回はニトリで買える本当におすすめできるキャンプ道具10選というテーマで、コスパが高く長く使える商品や一つは持っておきたい神アイテムをピックアップし、キャンプ初心者の方から上級者の方まで幅広くご利用いただける本当におすすめのキャンプ道具をご紹介いたしました。今後もキャンプ道具選びにお悩みの方に、こんなキャンプ道具もあるよと新たな発見があるような動画を発信していきますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。以上、やみつき松本でした。じゃあね。